よいしょ、よろしくお願いします。さあまずはガチの一戦目いきましょうか。赤チーム対 B ブラシームアディダスフットサルパーク多摩プラザ、まずは中央。さあまずは立ち上がり中央ポストプレーからプレッシャー、ビブナシチームここでカット。さあ落ち着いて繋いでいけるか、ビブナシチーム中央ポストプレーから左サイドに展開。さあ右サイドから中央走り込んでくる、一旦右サイド。さあ落ち着いて繋いでくるのはビブナシチーム、もう一度右サイドに展開、中央ポストプレー、ここは切り返して左サイド。さあ赤チームもしっかりとついてくる、立ち上がり繋いでくる、ナイス、いいパス回し、いやーここで息が合わない、ゴールライン赤ボール。さあまずは立ち上がり30秒キーパー上がらせて左サイドに展開。さあ赤チーム縦につないで逆サイド中央、そのまま右サイドオーバーラップ、長いボール押し、ナイスラン、そのままサイドラインビブラシボール。さあまずは立ち上がり両チーム様子見の展開、中央から右サイドに展開。さあここは赤チーム前からプレッシャー、中央プレッシャー、左サイドついてくる、ナイスイ。さあなかなか縦に運べないか、右サイドプレッシャー、赤チームナイスです、長いボールうまい、中央は落としてゴール前、いやこれはいい攻撃、まずはビブナシチーム先生、中央から、中央からリスタートでお願いします。さあまずは立ち上がり1分30秒決めてきたのはビブナシチーム1対0。さあ赤チーム行きましょうか、中央ナイスカット。さあまた前からカットはビブナシチーム、そのまま右サイド預けたボール縦に1枚、ここは焦らず中央速いボール行かせない、ナディナイスディフェンス。さあ右サイドかわしにかかる、欲しい赤ボール。さあ速いリスタート、中央は敵、そのままカット欲しい、サイドライン赤ボール。さあ赤チーム落ち着いていきたいところ、立ち上がり終了間際1点ビハインド、左サイドから中央ポストプレー、いやー惜しいか、そのまま流れてゴールキーパー。さあキーパーからもう一度ビブナシチーム右サイドに展開、そのままトラップから中央は押し、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。あざす。さあ立ち上がり終わって1対0ビブナシチームリードのまま、中央フリーでゴール前、速いボールはカット、さあクリアボール中央ダイレクト、ここは焦らず右サイド前からカットはビブナシチーム危ない、ショートカウンター3対1。さあ味方同士右サイド縦に預けてボール、ナディコーナーキック。さあビブナシボールコーナー中央ダイレクト、いやーこれはナイスコース、これはいいコースに狙いすましてゴール2点目。さあ赤チーム追いついていけるか、右サイドから中央、もう一度右に預けたボール縦にフォローに入ってくる、さあ2人で攻め込んでくる、ヒールは中央でカット、そのまま3対2カウンター切り替えたい赤チームダイレクト中央。さあここは3枚しっかりと戻ってディフェンス、赤チーム左サイド。さあ3点目狙いにかかるのはビブナシーム、残り時間が半分、ここは一旦キーパー。さあ一旦落ち着かせてもう一度中央から左サイドに展開、さあここはプレッシャー、ナイス前からカット、かわして右サイド、さあゴール前3対2、いやナディナイスディフェンス、ここでキーパーがっちりキャッチ。さあ今度は右サイドナイスナイスクリア、サイドラインビブラシボール。さあ左サイドからビブラシチーム一旦後ろ、そのまま中央ポストプレー、流したボールシュート、ここはニアサイドキーパー正面ナイスキー。さあ長いスローはこれは追いつけない、そのままビブナシチームがキープ、左サイドからもう一度組み立て直し右サイド、さあ縦に1枚中央は敵、そのままカウンターに行けるか赤チーム、まずは1点ミサル、そのシュート、いやーこれはバーの上で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。あざます。さあ残り時間あと2分で2対0ビブナシチーム2点リードのまま、赤チーム1点が欲しい、ダイレクト縦に預けてミサイルは中央を押し上げてくる左サイド、さあここは赤チームしのいできた、危ないナイスカット。さあカウンター両サイド早上がり、左サイド届くか、いいやナイス、残したボールいや欲しい、コーナーキック。さあ赤ボールコーナー左サイド、ここで1点、まずは1点差に追いつけるか、ニアサイド中央ナイスキー、ナイスキーパー、さあ切り替えたい、切り替えたい赤チーム、1人で守りきれるか、右サイドここは切り返して逆サイドゴール前、いやーここで3点目ナイスゴール3対0。さあ行きましょう、赤チームまだ時間ある、残り時間1分半。さあ中央から
ダイレクト落として押し上げていきましょう。浮かせたボールヘディングカット、こぼれ球ビブナシームダイレクト奪い返してチャンス、そのままシュートは打たせてくれない。右サイドヒールで中央、さあギリギリつなぐナイス、さあビブナシームプレッシャー、さあかき出して中央から左サイド、さあシュートは打てないか、シュートコースがない、中央狭いところワンツー抜け出してゴールは、いやーこれも甘すぎず逆にカウンター、ナイスクリア、危ない危ない、ビブナシームボール。さあ残り時間あと1分、右サイド3対0、中央でカット、さあ押し上げていきたい、ゆっくりと上がってくる逆サイド、4対2から3対2、うまい、いやーナイスキーパー、さあカウンター誰もいない、フリーで4点目かわして、いやーうまい、ここで追加点、赤チーム前がかりになったところ、4対0、さあ初戦はビブなしチーム、さあ時間がない、残りが30、中央ポストベレから右サイド縦に預けて、さあフォローが欲しい、ダイレクト中央は敵、さあカウンター、ビブなしチーム5点目来るか、残り時間あとわずか、3対1、さあ戻りたい、戻りたい赤チーム、右サイドはつながらないかな、スキープ、そのまま中央、さあ寄せていきたいところ、そのままシュートまで、いや惜しい、さあラスト、ラストワンプレー行きましょう。さあ赤チーム4、ビブナシチーム4点リードでラストワンプレー、赤チーム1点取って終わりたいところ、左サイドからニアサイドに1枚、さあここは一旦後ろ、さあ赤チーム押し上げていきましょう、左サイド縦に預けて狭いところ、ナイスです、こぼれ球赤チームチャンス、ラスト4対2ワンツー抜け出すゴール前、そのままシュート、いやー一矢報いれず、まずはビブラシム4対0、あざます。シムキックオフ2戦目、さあ1戦目はまさかのビブラシムが圧勝4対0、さあ赤チーム2戦目いきましょうか、中央からまずはビブラシム前から奪いにかかる、さあ左サイドに展開、ここは中央は敵、さあ今度は赤チームの攻撃、スルーパス通る、ナイス、さあそのままシュートまではいけないか、左サイドキープ、フォローに入ってくる中央、そのままゴール前、いやーポスト直撃欲しい、さあ残したボールビブラシームはキープ、中央に預けて、さあ3対3、ここは右サイドドリブル縦にスルーパスカット、さあチャンスは赤チーム中央ポストプレー、狙ってるのはビブナシームヒールでゴール前、うまい、いやーうまいまずはビブナシチーム立ち上がり40秒、ナイスゴール、さあ赤チーム取り返していきましょうか、2戦目も追いかける展開、さあ中央ゆっくりとドリブルポストプレー、カットはビブナシチーム、そのまま右サイドが2対2、さあ中央押し上げてくる3対3、シュートになるか欲しい、さあブロック入ってサイドライン、ビブナシボール左サイド、さあゆっくりと後ろから全員で押し上げてくるビブナシチーム、1点リード左サイド展開、ナイスカット惜しい、サイドライン赤ボール、さあ赤チーム押し上げていきましょうか、中央からプレッシャー、さあ前からプレッシャー、ビブナシチーム縦に預けるポストプレーかわせない、さあ切り替えたい赤チーム、スルーパスナイスクリア、危ない危ない、サイドラインビブナシボール、さあビブナシチーム左サイドから追加点狙いにかかる、縦に預けるボール寄せていきたい、赤チームゴール危ない、ここはニアサイドナイスキーパー、さあこぼれ球切り返してうまい、右サイドフリーダイレクト中央ヘッド、さあチャンス縦に1枚ゴール前、いやーヒールナイストラップ、さあ押し上げてくるゴール前、3対2中央通る、いやー打てないか、ないで、さあまずは1点、いやー合わせきれず惜しい、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。さあ立ち上がり終わって1対0、ビブナシチーム1点リードのまま、中央前からプレッシャー、右サイドフリー、さあ切り返し、ここは3枚しっかりとついてくるダイレクト左サイドの展開、さあ赤チームここは寄せてくる、ナイディナイスディフェンス、さあ一旦後ろに預けて、もう一度中央ポストプレー、落としたボール左サイド、さあ逆サイドに1枚、ここは赤チームしっかりとパスコース切ってくる、中央ドリブル、そのまま狭いところ危ない、クリアできるか、いやーまだある、ゴール前打てない、いやーナイスでいい、ここは助かった赤チーム、もう一度まだ攻め続けるビブナシチーム、そのままスルーで右サイド中央ヒール、いやー
ここで追加点、ビブなしチームナイスゴール、残り時間半分。さあ赤チームまずは1点取って落ち着きたいところ。左サイド、さあ中央ポストプレー、ダイレクト縦に預けて1対1勝負。いや行かせない、ここもビブなしチーム固い守り、味方同士、後ろに預けたボールはビブなし、分かっと左サイド早い上がり、そのままドリブル1人で仕掛ける、ナディナイスです、コーナーキック。さあビブなしチームが3点目奪い取り、危ないフリーでゴール前、キーパーナイスキー。さあカウンター、カウンター、いやここもカット、長いボール繋がらない、切り替えが早いビブナッシュチーム、ナイスです。さあ見せろビブナッシュチームの攻撃、長いボール中央内防、そのままシュート、いやナイスキー、これはキーパー体を張ってブロック、そのまま中央から右サイドにダイレクト、さあ浮かしたボールヘディングカット、さあ赤チーム繋いでいきたい、前に1枚残ってるヘディングカットのヘディ、ナイスです。さあ中央でキープはビブナッシュチーム、右サイド、さあこれは息が合わないか、前からカット、そのまま左サイドドリブル切り返してチャンス、2対1から3対1、ゴール前、いや戻りが早いビブナッシュチーム、さあ戻りたい赤チーム、切り替え第中央、いやここで股抜き3点目、ナイスゴール。さあ中央から、中央からいきましょう、3対0。さあまた突き放される赤チーム、2戦目、いきましょう。さあまた時間ある、終盤戦に差し掛かるところ、さあ右サイド、さあ上がらせる、浮かせたボール右サイド、そのままシュート、いやーバーに直撃欲しいで、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。あどうす。さあ残り時間2分で3対0、またしてもビブナッシュチームがリード。さあ前からカットチャンス、切り返して中央、後ろに預けて押し上げてくるのは赤チーム、さあドリブル股抜き行かせない、ビブナッシュチームの堅い守り、中央から右サイドフリー、ゴール前また来るか、4点目、危ない、ここはしのぎたい赤チーム、ナイスクリア、ここもキープ、ここもキープはビブナッシュチーム、残り時間があと1分。さあそのままプレッシャー、赤チーム左サイドに展開、さあ前に1枚、中央ポストプレーからターンして右サイドオーバーラップ、さあここもナイスディ、ナイスディフェンス、サイドラインビブナッシュボール。さあ右サイドからビブナッシュチーム3点リード、1点返したいのは赤チーム、中央ハイボールナイスとチャンス、さあサダリ、いやヒールは読まれてる、逆にショートカウンター、ゴール前ナイスキー、ナイスキーパー、さあ前に1枚残してカウンター、これは1人でドリブル中央、ゴール前シュート、いやこれも行かせてくれない。さあ赤チーム焦りが出る、ダイレクト、ここもブロック、コーナーキック。さあ赤チーム1点が遠い、ファーサイドフリーで1枚、天井プレーオン、さあ中央キーパーキャッチ、さあ右サイドに展開、切り替えたい赤チーム、さあ中央から切り返してナイスキープ、ポストプレースルーはゴールライン押し。さあ時間がない、長いスローダイレクト、落としたボールつながらない、こぼれ球は赤チーム、右サイドから中央ナイスカット、これもつながらない、ビブナッシュチームの堅い守り。さあ右サイドうまいかわして、中央フリーで危ない、さあクリアボール、ここはしっかりとキープしたい、ラストラストワンプレーですか、ですか、赤ボールでしょう、さあラストラストワンプレー、赤ボールでいきましょう。さあ3対0のまま、ここでまたカットはビブナッシュチーム、中央ポストプレー、落としたボール浮かして縦に走らせる、届かない、さあ赤チームラストワンプレー、1点返して終わりましょうか、中央ナイスボール、さあフォロー越し押し上げてくる、左サイド縦にはつながらず、こぼれ球はビブナッシュチーム、4点目が危ない、さあ赤チーム寄せていきたい、ナイスチャンス、さあ縦に預けて2対1シュート、いやこれもキーパー正面、そのままドリブル右サイド、さあ左サイド押し上げてくるビブナッシュチーム、ラストいやまたしても4対0ビブナッシュチーム勝利、ありがとうございます。赤チームキックオフでいきましょうか、3戦目さあ行きましょう、赤チーム3戦目はまずは先制から、さあ左サイド
ダイレクト落としてまずはゆっくりとつないでくる最終ラインビブナッシーも1枚プレッシャー。さあ右サイドフリーで受けて左サイドに展開、そのまま中央股抜きは敵。さあ今度はビブナッシーの攻撃、ダイレクト左サイド浮かせたボール胸トラップ中央ナイスキーパー。さあカウンターチャンス2対1、いやートラップ流れてここはゴールキーパー。さあビブナッシーボール中央プレッシャー内でナイスです。しっかりと寄せてくる赤チーム前からプレス。3試合目はかける思いが違う。さあ右サイドカットナイス。さあ押し上げていきたい、追い込まれるか左サイド一旦後ろ、そのまま中央は通らないか、まだキープ、囲まれるフォローが欲しい。ナイスナイス。さあまた抜き返して右サイドビブラシーム4対3。さあ中央から左サイドゆっくりとつないで縦に流れてくるナイスカット。さあここはサイドラインビブラシーボール、さあビブラシーボール左サイドからいきましょう。さあ立ち上がり1分、両チームともまずは様子見、中央ここも左サイド展開。さあ寄せていきたいゴール前、ここはいけないか。さあこぼれ球ビブナシチームゴール前、いや危ない、また抜きゴール前入れたぞ、いや危ない、危ないビブナシチームの怒涛の攻撃。さあ3連勝狙いに来るのはビブナシチーム、縦に預けて中央ポストプレー。さあフォローが欲しい、一旦後ろ。さあ押し上げていきたい赤チーム右サイドに展開。さあ縦に流れてくる2枚中央、いやーこれはミスキック、ビブナッシュチームキーパーがっちりキャッチ。さあ今度は左サイドからビブナッシュチーム中央に預けて右サイドオーバーラップ。さあカット赤チームチャンス、いやここは切り替え早い、ここはビブナッシュチームしっかりと切り替えてディフェンス。さあキーパーから赤チームつないでいきたいところ、右サイドに展開ダイレクト中央カットはビブナッシュチーム2対2。ここはいやーボールが滑るか。さあ赤チームがカット3対2、そのまま中央スルーパス通らないなしで、さあ切り替えたい、ここは赤チーム切り替えたいダイレクト見せろ、そのままうまいかわしてゴール前、いやー角度のないところナイスで、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。あざっさあ立ち上がり終了間際、決めてきたのはビブナシチーム。さあ3立ては避けたい赤チーム中央プレッシャー、ビブナシチームのプレッシャー、ビブナシボール。さあ左サイドから中央取り返していけるか赤チーム1対0。さあミスキックここもナイスカバー。さあ左サイドキープはビブナッシチーム、もう一度後ろに預けて押し上げてくる中央ポストプレー。さあダイレクト落として、ここは引き下がりたくない赤チーム前から寄せていきたい、スペースがあるゴール前危ない、いやー赤チーム寄せきれず、そのまま股抜きゴールナイス。さあ2対0いきましょうビブナッシチーム、まだ時間はたっぷり。さあ右サイド縦に流れてくる、ここも預けたボールはサイドラインビブナシボール。さあ中央から右サイドビブナシム縦に預けて惜しい、サイドライン赤ボール。さあ左サイドから赤チームは1点が欲しい、そのまま中央ダイレクト、ここも前からカット、ビブナシチーム天井プレーオン。さあこぼれ球は赤チームカットチャンス、シュート、いやーこれは焦りすぎたかポストの横。さあビブラシボールキーパーから左サイドに展開、さあ縦に流れてくる浮かしたボールナイス、そのまま中央走り込んでくるゴール前ナイスです。さあ赤チームつないでいきたいか、ここもビブナシチーム戻りが早い、息が合わない、サイドを割らずにビブナシチームはキープ。さあ左サイドに展開ビブナシチーム中央から右サイド、さあ赤チームここもしっかりと寄せていきたいところ、スルーパスうまい、いやミスキックこれは助かった、危ないで、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ行きましょう、残り時間あと2分2対0、赤チーム1点が遠い、中央ナイスターン。さあ右サイド追い込まれるフォロー欲しい、さあ残したボールライン際、そのまま中央シュート、いやーダイレクトシュート、これも枠には飛ばず。さあビブナシボールキーパーから行きましょうか、残り時間1分30秒、ビブナシチーム2点リードのまま左サイドかわさせない、そのまま中央から右サイドオーバーラップ。さあここでパスミスチャンスは赤チーム、さあ押し上げていきたい赤チーム左サイド、さあ縦に預けて近いところ、ここも囲まれる狭いところ、ナイスカット。さあビブナシチームが左サイドキープ、そのままプレッシャー取れればチャンス、ナイビ
ナイスプレス。いやー、繋いでくる。繋いでくるのはビブナッシュ。前からカット。そのままシュートもない。いやー、惜しい。これも枠は捉えきれず、シュートコースは切ってくるビブナシム。残り時間30秒とちょっと。さあ縦に速いボール、そのままシュート、いやーという間。この決定力、ナイスゴール。さあ3対0、いきましょう赤チーム。さあ左サイドダイレクト落として押し上げていきましょうか。さあギリギリ残して縦からゴール前、まずは1点。いやーナイス。ようやくゴールが生まれた。ナイスナイスゴール。さあ行きましょう、ラストラストワンプレーで3対1。さあ赤チームが取り返してラストワンプレー、左サイドからビブラシーブ、右サイドの展開。さあ赤チーム寄せていきたい、ナイスプレッシャー、中央フリー、いやーそのままゴール、ナイス。ビブラシーム3連勝。